ピア関西版ウェブをご覧の皆さん、せーの、こんにちは。こんにちは。こんにちは。カルマです。カルマです。カルマのボーカルギター畑山です。ベースの斉藤です。こんにちは。北海道から来ましたカルマです。お願いします。お願いします。僕たちカルマはですね、11月の25日にラララ EP という5曲入りの EP をリリースします。ありがとうございます。ぜひチェックよろしくお願いします。はい、今のもちろん新しい曲がね入っているので、今の俺たちのやりたい曲だし、皆さんに伝えたいことがたくさん入っている EP ですので、ぜひCD ショップに行って買ってもらってもいいですか。いいですよね。いいです。はい、買ってください。お願いします。お願いします。そんで12月にはね、ワンマンツアーがありまして、北海道、東京、大阪、名古屋、福岡で5大都市でね、5大都市であるんですけど、大阪もね、もちろん来まして、12月の22日、梅田のクワトロでワンマンありますので、1年の最後にね、ぜひ僕たちのワンマンで、そこまで12月22よ、うん、もうほんと1年の最後じゃん。そうですね。あと8日とか、12月31まであるよね。はい、だから、まあ、あと9日まで ね、もう2020年が終わる9日前で、俺たちのライブに来てもらって、まあ、クリスマスは3日前かなんでね、いい感じにこうね、まあ、聖なる夜の前夜祭みたいな感じでね、ワンマンライブに来てくれれば嬉しいですので、はい、ぜひ皆さんお越しください。詳しくはホームページや Twitter、まあ、インスタグラムでも SNS の方をね見てもらえばすごい分かりやすいと思いますので、よろしくお願いします。チケットもそっちからお願いします。以上、せーの、カルマでした。